ドクター X のね、そのセリフを読めばさ、あ、そのお笑い芸人として別に求められてるわけじゃないんだなっていう感じなんですよ、もう本当に。そんな中ね、その今日最後じゃないみたいな、その衣装さんとかな、衣装さんもちょっとこう年配の、もう衣装慣れした、現場慣れした人たちで、結構おもちゃにされてたのよ俺。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そうそうそう。そんで、ちょっと今日あたりさ、なんかかましちゃいなよみたいな。セリフを。もうさ、結構もうことなく得ていい、いいよ、演技もいいけど、笑い芸人さんなんだからさ、なんかやっちゃいなみたいな。いいっすかみたいな。でもあんまそのなんか崩せる感じの。シーンでもないですし、まあ、僕もねせっかく呼ばれたのはなんかやろうかなと思ったこともありますけど、なんか監督との話とか感じだとそういうの求められてないなって勝手に思っただけですかねみたいな。そうよみたいな、西田さんなんかすごいんだからみたいな。西田敏行さん、もう俺の現場ではないから全く触れ合ってはないんだけど、全然その病院長室とかのシーンはもうアドリブの連発らしいのよ、西田さんのアドリブに対してまた遠藤健一さんとかもアドリブ返してみたいなもん頻繁よみたいな、全然怒らないからみたいな、マジっすかみたいな言ってて、てってれー入れちゃいなよみたいな、てってれーってフレーズ入れちゃいなよみたいな、そのちょっとまあまあ別に俺ぐらいのことは別にネタバレしてもなんかちょっと 赤ちゃん言葉みたいな使うシーンがあったんですよ、そこでなんかてってれーバブーみたいな、赤ちゃん言葉っていうの台本にあったことで、そう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 、普通にバブーぐらいのセリフなんだけど、もうてってれバブーでいっちゃいなよみたいな、もう裏もすごいそれで盛り上がっちゃってるから、本当っすかみたいな、大丈夫っすかみたいな、全然てってれバブーで通用しますみたいな、流れは全くてってれバブーなんか意味が分かんなくなるのよ、大丈夫っすかって言って、もう絶対受けるからって私たち応援してるからって、分かりましたっつって焚きつけられて、助監督も来て、てってれお願いしますよみたいな、助監督まで来たから、すごい安心して、オフィシャル感満載、今までちょっとさ、衣装さんに言われてただけだから、ちょっと、そうだろうと思って、井の足を踏んでたけど、助監督は制作の人が来てくれたのね、繰り出したわけよ、本番っつって、そのまだリハの時は繰り出さないで、本番で一発でも行ってやろうと思って、てってれバブーみたいな、言って、あ、よかったーっつって、何今のつって何てってれってあの僕らのね、なんかまあいたずらのネタがありましてね、まあ、てってれって毎回終わるんで、ちょっとまあてってれ入れちゃおうかなって思っちゃいましたつったら、あーやめとこうそんじゃないんだよ、つって、ですよね、ゲラゲラ笑ってたよ衣装さん、ですよね、やられたよ衣装さんにはめられてさ、ですよね、そうですよね、そうですよね、分かってました、そうですね、それは竹中ですもんね、竹中って言わないですもんね、竹中がそんなことやっちゃダメだっつって、恥ずかしかったわ、恥ずかしい。